www.videonews.com。それでは先生よろしくお願いします。はい、こちらこそ。まあこれ一般の読者視聴者向けということもあるので、はいはい、必ずしも裁判の問題とか一票の格差の問題を、まあ、ずっと普段落ちてるわけではないちょっと方に向けてということで、わかりやすい、はい、お願いします。はい、それでですね、まず、まあ、先生やはりその一票の価値の問題、一票の格差の問題を伺わなきゃいけないんですけど、ちょっと一票の格差をめぐる全体状況、特に、まあ、今回は、前回の選挙から3年3ヶ月ぶりに、まあ、国民審査もあるので、特にこの3年ぐらいの間に起きたこと、前回の選挙以降起きたことで一票の格差の状況というのはどのようになっているか、総論をちょっと最初にお話しいただけますか。はいはい、まあ、最高裁判所の判決っていうのが我々の、まあ、仕事では一番、はい、まあ、ポイントになるわけ で、昨年の3月に衆議院議員の選挙について最高裁判所の大法廷が一名別枠方式というのは不平等の原因だから、これを是正するようにという判決が出たということですね。それから参議院については今年の10月にその都道府県の配分、47都道府県という選挙区で配分するとやはり平等の配分が難しいから、それを再検討するすべきではないかという判決が出たということで、まあ、我々は衆議院についても参議院についても最高裁判所は違憲状態の判決をしていると。で、今回この12月16日の衆議院の選挙はそういう裁判所の判断を前提にして、今度の総選挙はどういう、まあ、法律的にはどういう評価をしたらいいのかというのが我々今議論しているところですね。ちょっと大きな歴史的な経緯も含めてですけれども、はい、まあ、最初の頃もう全然合憲というような判断が下っている時から徐々に違憲、はい、まあ、状態に至ったわけですけど、はい、今回その2つの判決ですね、昨年3月の衆議院と今回の、はい、今年の参議院というのはずっとこの問題に取り組んでこられている先生としては、はい、ようやくここまで来たというような達成感の部分なんでしょうか、まだまだ足りないところなんでしょうか、どうでしょうか。まあ、長い弟子で言えばね、まあ、私約40年やってるわけですけども、はい、その中で言えばやっぱり衆参両院についてね、最高裁が同時に、まあ、同じ時期に違憲状態の判決をしてるっていうことは、我々にしてみれば大変、まあ、進んだというか、まあ、重要な時期、我々としてもこれをいかにその判決取ればいいわけじゃなくって、我々やっぱりその国会を直したいわけなんですよね。だから最高裁の判決が出たからそれで目的させてるんじゃなくって、それが国会にそのどういう形で反映されて国会がどういう是正をするかというのを我々は見届けたいわけで、ところが、まあ、最高裁の判決が出てもなかなか国会内閣が動かないというところに、まあ、問題があるわけですよね。うん、今回はその違憲状態判決を受けて、うん、まあ、その中で解散総選挙に、まあ、打って出たので、うん、それ自体を、まあ、差し止めるようという動きをされましたけども、はい、結局それは、はい、まあ、却下されたと。はい、これについてはその正当性も含めて、ね、はい、どういうふうに評価されてますか。これはね、結構法律論なんで、ね、なかなかね、平等とか不平等の話じゃなくって、はい、まあ行政事件っていうのはもともと、こう訴えを、こういう事件は訴えをしていいですよというその、法律で認められたものしか訴えができないということになってるんですよ、はいはい、行政事件、はい、まあ、ちっと古く考えれば君主制の時代はね、もうそんな訴訟なんかやらせないという、まあ、明治憲法時代でも行政裁判所っていうのがあって、普通の裁判所は簡単に起こせるけど、明治憲法時代のその行政裁判所の時はすごく門が狭かったわけですよね。で、戦後そのまま引き継いでまして、行政事件訴訟法っていうのがあるんですけど、その中に、まあ、こういう場合は行政庁の処分について訴えを起こしていいですよって書いてあるわけですね。で、この選挙の
効力を争うっていうのはその中でももっと狭いんですね。本当に何かそのこういう訴えを起こしていいよって書いてないとダメと。でそれが今あるのは公職選挙法に規定がありまして、それでその中の204条っていうんですけど、選挙無効訴訟を選挙が終了した後起こすことができると、こういうふうになってるんですよ。それで実は昭和37年以降ずっとその選挙が終わった後選挙無効訴訟を起こしてきたのが過去の全部の訴えだったんですね。でまあ裁判所はそれは認めるよと、そういう訴えは選挙後の訴えは認めるよと言ってずっとやってきてくれて、我々はその訴訟を使ってたと。ところが今回のその総選挙はあまりにもちょっとおかしいと。で後で無効だって言うんだったら、そんな無効の選挙なんかやる必要ないというか無駄なことなんで、選挙をやる前にその止めたらいいんじゃないの、 やらない方がいいじゃないと、そんな無効になるかもしれない選挙なんでやるのっていうような感じで、それじゃあ事前の差し止めを出そうと言って我々は起こしたわけですね。でだけどこれはアメリカのではそのむしろ事前差し止めが当たり前なんですよ。これはアメリカは事前差し止めの方法でアメリカの定数是正を直したんですね、はいはい、うん、だからそういう外国の例もあるから我々は事前差し止めでいいんだという考えで起こしたんですけど、結局裁判所の今回の、まあ地裁高裁最高裁まで行ったんですけども、事前差し止めについてはそういう訴えを認める法文がないとから認めないというのがもう結論ですね。これね先生、まあ、じゃあ今回の件は、まあ、法文がないという、はい、まあ、技術的なものであった、はい、ただし、選挙後の、無効訴訟は、まあ、全く認められているので、はい、まあ、当然じゃあこれは先生なんかはそれをされるという前提で、はい、私も伺ってますが、はい、当然やろうと思いますね、はい、で今回は、うん、まあ、じゃあ先に伺っちゃいましょう、うん、今回違憲状態という判決が出た中で、うん、裁判が強行さ選挙が強行されて、うん、その後に無効訴訟した場合っていうのは、うん、その、まあ、無効選挙が無効になる公算はどうなのか、それからそれの障害があるとしたら何なのかっていうのはどの辺なんですか、うん、それはなかなかね判決の予測ってのはいつもそうなんですが難しいんですけど、うん、まあ、今回は今回総選挙をやる配分規定というのは、去年の3月に最高裁判所がこの配分規定のうち1名別枠配分は少なくとも是正すべきだと、こう判断してるわけですから、はいはい、その是正をしないまま総選挙をやってるので、我々はそれは当然本来なら無効だと思うんですね。総選挙は無効だと思います。ところがまあ今までもそういう無効と言えるような事件について最高裁判所がどういう態度を取ったかというと、それはいわゆる事情判決という判決で、結局我々の請求は認めないと。しかしただし選挙が違法であることは裁判所も認めますよと、こう言って選挙は違法であることを確認すると、こういう形でまあ結局は実際に行われた選挙を認めるという、ついに、そうですね、そういう形になって、まあ、まあオーバーに言うともうやっちゃったことはしょうがないじゃないみたいなことで、その終わってるというのがね、本当に無効判決は今は出てないわけですよ、選挙無効判決っていうのはね。だから我々としてはその選挙無効を選挙後の選挙無効訴訟っていうのは限界に来てるというふうに、これもうなかなかこれ繰り返しててもそのこれ以上はうまくその機能しないんじゃないかと。機能っていうのはいくら裁判所が違憲状態判決だとか事情判決を出しても国会議員内閣は動かないと。そうしたらやはりもう少し強い手をやらないといけない。でまあそうすると事前差し止めが一番いいんじゃないかと。で事前に差し止めた方が事後にひっくり返すよりはその弊害は少ないだろうっていうのが我々の言い分なんですよね、うん。でもねその事前は、要するに行政、はい、何でしたっけ、行政事件訴訟でしたっけ、はい、事件訴訟法、訴訟法の中で事前はもう認められてない、はい、じゃあ事後しかない、でも事後だともうやっちゃったものはしょうがないじゃあ、これはもう全然
話にならないですよね。そう、まあ、結局その繰り返しを今までずっとやってきて、だからやったもん勝ちにみたいに、ね、なってるということですよね。ここでね、先生にやっぱりもうちょっと本質的な問題を書かなきゃいけないのは、結局なぜこれが繰り返されるのか、まあ例えば何か何増何減みたいなことでちょっと微調整入りますよね、はいはい、だけど気がつくと結局2倍以上開いていて、結局はあの、まあ、訴えを起こされる、そうすると違憲状態ですと。で、まあ、この問題に取り組んだ先生にぜひ伺いたいのは、まずその2倍という2倍以上ということの持つ意味というのを、まあ、先生これに本当に情熱かけてこられているので、その問題点がをどういうふうに考えているのか、それからなぜそれが結局は繰り返されてしまうのかについてはどうでしょう。2倍を超えるとその憲法違反だというのは、まあ、皆さんよくね、そういうふうにおかしいというか、それは不平等だと、まあ、憲法違反のこと、法律論はともかくとして不平等だとね、2倍っていうことは1人が2票投票したり、あるいは投票所に2回通ったとことになるじゃないのという、なんとなく分かりということで、まあ、2倍を超えたら不平等っていうのは一般に理解されてると思うんですよ。ただ我々はですね、そういう倍率はあんまり実は言ってなくって、何倍ならということは言ってないんですね。そういう意味では、まあ、我々は我々の基準を持ってますけど、そのまあ今のその前にあった質問は、そのどうして治んないかということなんだろうと思うんですよね。それは裁判所が明確な判断基準を示してないということなんですね。裁判所がはっきり2倍を超えたら憲法違反だと言えば簡単なことですよね。それで我々は満足するかどうかじゃなくって、はいはい、例えば去年の3月の衆議院選について一名別枠配分はその不平等を起こす元だから、これは是正しなさいと言った、これは画期的なことだったわけですよ。これを直しなさいって具体的な、そうそう、具体的に示した。で、今度の今年の10月の参議院選挙についても、都道府県を対象に配分するのは、このままやると、平等が実現できないと。だから、その再検討を迫ったわけですね、最高裁。これも一つの、ある意味では、基準を示したわけですよね、具体的に。直してでも、その平等にしなさい。これは特に何県と何県とかとは言ってません。ただ県をまたいでもやれっていうことだと、そういうことは言わないこと、まあそこまでいくと完全に国会の立法行為になるんでね、司法っていうのはそこまで入らないということになってまして、だから一応こういう直せと言ってる、そこまではいいんです。すごく進んだと思うんですね。で、まあ我々としてはその後に人口に比例して配分しろと、人口に比例して配分しろと付け加えてくれればもっとはっきりする。で、実際に衆議院のその小選挙区の区割りについては、まあ選挙区確定審議会というのが設置法っていうのがありまして、そこでまあ区割りをするときは各都道府県に1名配分の後、残りを人口に配分、人口に比例して計算した議員の数でその区割りをしなさいと、こう書いてあるよね。で、人口1名別枠配分が消えれば我々はもう人口に比例して都道府県に配分されるもんだと、まあ、勝手に思うわけですよ。だけどそれがまあ今度国会がやったように0増5減っていう形でね、最高裁のあれとは全然違うわけですよね。だからそういうところ、まあ、ただそれでも裁判所が示しましたので、その時最高裁判所が1名別枠配分を改めろと言った時に、新聞報道で報道されたのは、都道府県別にやると21増21減なんですよ、だからその0号減どころじゃなくて21も直さないといけないという、まあある意味ではその大変影響の大きい是正なんですね。これはもう誰が計算してもそうなって、新聞にも書いてあるし、民主党だって党内ではそれを問題にしたわけなんで、みんな分かってるんですけど、だからそれほどまあある意味では相当思い切った改革なんですね。一名別枠配分をやめるっていうことだけでね、言ったわけ、
だからそれをやらないで055元っていうのでは我々はどうしても飲みようがないっていうの、放置する、この見過ごすことができないということで、まあ、今回の差し止めっていうことになったんですね、うんうん、それが、まあ、ちょっと同じ質問になっちゃうんですけど、はい、まあ、裁判所が明確なそのあれを示さないということが、はい、まあ、いつまでたってもこの問題が解決しない、はい、あの原因だというふうにも言われたけども、一方であの、まあ、これは先生は一応放送会に身を置いた方で、うん、まあ、政治の問題かもしれませんが、はい、とはいえなぜそれが、まあ、今回我々選挙もあるんでね、はいはい、あのなぜそれが、うん、あのいつまでたっても問題が続いてるのかっていうのが、はい、あのまあ、じゃあ裁判所も頑張ってもらってっていうのはあります、はい、だから今回の国民審査でそれに明確に示してない人については、うん、まあ、罰を突きつけたりとか、はいはいはい、でも同時になぜその政治の方がそこにいつまでたっても動かないのかっていうところは、あのだって今回だって一応じゃあその明確に示したんだから本当は21度21度にいけないわけじゃないですか、ね、示してるわけですから裁判所だけど、はい、ならない、うんうん、これはまあやきもきするわけです。先生はどう思いますか、はい、これはね、平成6年の政治改革というのがありまして、はい、衆議院はあの時に小選挙区比例代表並立制というのを導入しまして、はいはいはい、その比例区については人口比例で11ブロックですね、はい、人口比例で全部配分したんですよ、はいはい、でその小選挙区についても1名別枠方式の47名は確かに1名やりましたけど、残りのものは全部人口比例で配分したんですよね。で、だからそういう意味では衆議院については人口比例が結構、まあ、実現したんですよ。だから1名別枠配分だけ直してくれれば、我々にしてみればほぼあの人口比例になるんですね。そう、まあ、去年の3月に期待したんだけど、今この状況だという。それに対して参議院はあの時何やったかということなんですね。ごめんなさい、8増8次元だったかだと思うんですが、4増4元だったかちょっと、はい、すいません、はい、ちょっと今記憶ないんですけど、はい、それ参議院についてはその程度でお茶をごま濁したわけですよ。それでそのいずれあの抜本改革をしますというその付帯決議を通してつけて通したんですね、はい、でその時に結局参議院がなぜこれ是正できないのかという問題がありまして、で衆議院の人たちだって参議院から送られてきた参議院の定数是正案についてなんでこんなものを出すんだというぐらい、その衆議院を思い切ってやったわけですよね、はい、だけど参議院はなんだとこれ全然お茶に濁すところか、まあとにかく何かやったよってごまかしみたいな案が出てきた。で抜本的改革は是正は後日やるというそういう付帯決議でごまかしたと、はい、でそれをずっと繰り返してるわけ参議院は。今でも今回でもあのどさくさ紛れに4増4減をやりましたよね、この間の解散の時に。これ4増4減って我々到底満足してない案なんで、それはなぜかということなんですけど、我々がかんあのその原因はやはり地方の代議士 の, あの参議院の議員が多すぎるっていうことなんですね。大雑把に我々が計算で大雑把ですよ、あの都道府県のうち500万人を超える都道府県が9あるんですよ、うん、それ以外をまあ簡単に言うと地方という言葉でちょっと表現させていただくと、大体その人口が同じぐらいなんです。 10% 以下の差しかないんです。それでその議員の数は1対2です。地方の方が倍ぐらいいるんです。まあちょっとオーバーに言いますとね、ちょっと小さい細かい数字は、まあ正確に言うと6割5分弱かなぐらいいるんですよ、地方の人が。そうすると6割いるんですよ、6割5分で、まあ大雑把に言って6割4分ぐらいだったかもしれません、6割4分か5分いるんです。この人たちが反対すれば通るわけがないんですよ、うん、だから地方の人たちが自分たちの議席が減るような案が参議院の中で通るわけがないんですよ。不均等のおかげで議員になっている人がいるから通らないという、通らない、分かりやすい理由なんですね、うんうん、衆議院とさっきね比較したように参議院なぜ通らないかってそれしか考えられない。いやいちいち議員さんに当たってみんなあの心開いて聞いたわけじゃないからそれは分かんないけど、はいはい、だけどそれしかちょっと考えられない。衆議院と参議院比較してもそうだし、参議院のそういうその選出の
地域別でこう見た場合、ね、そちらの方が有利。そうするとその地方という中には民主党だけじゃないわけですよ。各政党がいますから、一つの政党だけならね、我慢させるとかなんかいろいろ手はあると思うんですよ。各政党が絡んでますから、現職議員が絡んでますから、なかなか変わんないっていう。まあ、現在の制度で選ばれている人たちが、まあ、現在の制度を変えるっていうのは、まあ、難しいわけですよね。うんうんうん、だからその、まあ、昔から、まあ、世界的に言われてるのは、議員定数の是正は国会では治すことね、できない病って言われてるね。うんうん、サッチャーさんがあの日本へちょうど首相の時代に来た時も、はいはい、いやご覧あの定数是正は議員の定数是正は第三者委員会に任さないとダメよって言って発言して新聞にもちゃんと当時載ったという、国会ではできない、そういうまあもともとやはり難しい、国会では直すというかな、是正議論するのは難しいという、まあ、自分の首を切れっていう権利をしろってことですからね。そうなんですよね。先生ね、ちょっと衆議院のところで伺っとかなきゃいけないなと忘れたんですけど、はい、1名別枠の話、まず各都道府県に一人一人を割り当てて、であと残りを人口にするから、どうしてももうおのずと差が出るのが目に見えてるわけですけど、これは何かあの論拠なり正当性なりっていうものはあるんですか。その最初なぜそういうことになったのかっていうところ、ちょっと初歩的な、はい、最初に一名、あのいや僕よくね聞くのは、あの例えばアメリカなんかでは人口比がすごくあって、ハワイとかアラスカとカリフォルニアでこんな人口比があるから一人もいない州ができちゃったりすると云々って話は聞いたことがあるんですけど、日本はまあさすがにそうはならないわけですから、そうするとなぜ一名別枠って話になったのか、それから裁判ではこれがどういうふうに争われているのか、ちょっとその辺がもし教えていただけますか。ちょっとね、細かい話が入るかもしれないけど、はいはい、実はこういう問題があったんですよ。これはもう裁判所の中のことなんで、裁判所この事件のね、はい、我々の事件の処理の中で、はい、参議院についてその最高裁判所がですね、はい、58年の判決でですね、参議院の都道府県への議席の配分はまず2名ずつ、偶数配分ですか、都道府県に2名ずつ配分して残りを人口に比例して配分したものであるという認定をしたわけです。それは参議院議員ができた、参議院ができた昭和22年のその配分規定は、その2名別枠方式で配分した後残りを人口比例に配分したものと、そういう事実認定をしてあったんですね。でこれは実はあの事実誤認だったわけですよ。我々が計算してそうではないんだと、それでは計算が合わないじゃないですかと、当時の配分とね、これ。そしたら裁判所はまあ気づいたという経過がありまして、実はそれから平成8年ですか、やっとそれを我々が指摘して直させたんですけど、その間にですね、実はその国会で衆議院のその選挙制度が議論される第8次っていうのは海部内閣の時の、あの選挙制度審議会なんですけど、その時にまあ海部さんは300、あの時も300だったはずですけど、小選挙区でやるということでやったんですけど、自民党でですね、いや最高裁判所は参議院について2名別枠配分認めていいじゃないかと。ただ衆議院は1名ずつ別枠配分でいいでしょうと。こういう案を自民党が考え出したんですよ。それで実は1名別枠配分が入ったっていう経過があるんです。じゃあもう根拠はその参議院に58年に認めてたから衆議院もいいだろうっていうだけなんですか。そう。それで私が最高裁に行って、そのおかしいじゃないですかと。最高裁がこんな事実誤認したがために衆議院で別枠配分が入ったんですよと。これは実は裏付けがありまして、まあ私のところへその自民党がそういう案を作った時に、参議院の事務局の方が私訪ねてきてくださって、先生方はあの問題はどう思ってますかと、あの1名別枠、2名別枠配分をね、最高裁のあの事実認定はどう思ってますかって、私は知ってましたから、いやそれは違うんだと、あれ事実誤認ですよと、いやそれ先生が分かってくださってるならいいけども、実は今自民党があの最高裁の判例使って、あの衆議院について一名別枠配分の案を作ってますよと。そうって、だけど我々は政治運動しないから、別に自民党に異議を申し立てたわけでも何でもないんですけど、おっしゃった通り
一名別破壊文の法案が出て通ったわけですね。それが一名別破壊文なんですよ。だから最高裁に行って言ったわけですよ。2度目か3度目かな。それが去年の3月の判決として採用された。だからこれあれですよね、今の選挙制度ですから、あの93年の政治改革の時に結局そういうことをしたわけですよね。そうね、当時、まあ、実はあの私ももう記者だったので本当は先生にこれ伺わなきゃいけないようじゃ恥ずかしいんですが、問題にはなんなかったんですか。それそんな何の根拠もないじゃないかと。そうですよ、ね、だからおかしいじゃないかっていうふうに、ん、あのメディアも含めて、あるいはその言論会とかでそういう話はなかったんですか。誰も言わないですよ。我々はその多分昭和8年の判決だったと思いますけど、ちゃんとね、そんな計算すれば分かることなんで、ね、それ違いますよと2つの表を出して、これ違うでしょうと、差がありますよと、だから事実認定違いますよ。だけど1回目か2回目は通らないんですよ。だけどこの間強く言ったら、もう強く言って、もう参議院の事務局が来ましたと、もう証言の代わりぐらい弁論の中入れて言った。まあそれで、まあだけど私はその日本の民主主義があの狂ってきてるのは最高裁の責任だと、むしろね、最高裁が事実認定したがために衆議院がこう一名別破壊方式みたいなことになってるんだから、これはもう最高裁の責任だと、この日本の民主主義が狂ってるあの責任は最高裁にもあると、我々もいけない、我々も責任ある。それはあの選挙訴訟をねやって、それを しっかり指摘して、その判例を直さなかったら我々にも責任ある、我々言ったけども、だけどあの最高裁に責任あるんだと言って、まあ強く言ったんですよね。最高裁の事実5人でだったわけですね。事実5人ですね。5人ですね。明らかにこれね。だから、まあ、5人のを根拠にしてこの今の制度を衆議院の方の作っちゃったっていう。うまくね、結局それがあの最高裁がその事実を5人を修正する間にやっちゃったのが衆議院の一名別破壊方式なんですよ。で今回のあの衆院の方の去年3月の、最高裁判決では、うん、それが5人だったってことは確認されたんですか。そこまで言ってない。いや、そうは言わない。あ、そこはね、はい、うまいんですよ、はいはい、その、はい、そう言って書いてあるわけです、はい、あの、参議院の議員を地方区選出議員を配分するときはまず都道府県2名配分して残りを人口比例して配分しましたと、はい、ここ書いてあるんですよ、昔の判決よ。その部分がない、なくなって消してあるだけなんですよ。消えて飛んでるという。じゃあ、まあ、間接的には、まあ、消したってことで、そうそう、間違ったって、うん、でも間違いだったとは言ってないってことなんですね。で、うん、消したのは、その、我々が指摘したとき消したんですよ。だけど、その別枠、その一名別枠方式を、あの、おかしいとは言わなかったのね。消しただけで。さっと消しただけで、でその事実認定が違ってるわけだからしょうがないから消したと。でそれを、まあ、今回、まあ、強く その一名別を直すだけじゃなくて、消すだけじゃなく、事実5人だけの問題じゃなくって、最高裁がこれを認めてるっていうことは最高裁が原因を作ったんだから責任がありますよと、まあ、こう追及したというところでしょうかね。あともう一つ先生、先ほどの参議院の方で、はい、その県境をまたいでの選挙区割りを、はいはい、まあ、そのしなさいというのは、これは衆議院にも適用されることなんですか、それは参議院だけですか、この話は。いや、それはあの衆議院でも やった方がいいと。要するにあの選挙区が広いほど人口比例やりやすいんですよね、うん、当たり前のことなんですけど、そういう意味で言えばあの都道府県の枠より広い方がいいというね、いうことですね。まあ、そうするとね、あのどうもずっと根っこにあった、うん、まあ、ネックだった、うん、そのまず一名別枠配分というのが、うん、まあ、これがあるとどうやっても差がついてしまうわけですから、うん、それが、まあ、やっと、まあ、そもそもその根拠になってた参議院の、うん、その、事実誤認の判決も、はい、まあ、消えたと、はい、そうするともう障害になっているものはあの、うん、あとはもうその先21増21減になっちゃいましたけど、うん、あの単純に小選挙区で比例配分にすれば、うん、あの今までのような 2. 何倍とかっていうのはもうあとはやりさえちゃんと衆議院がやりさえすれば解決できるものだと考えています、うん、まあ、あの今先にご指摘があったように47都道府県だと限界がありますよね。大きなあの東京みたいな大きなところ、島根鳥取みたいな小さいところ、どうしてもその調整できない問題があるので、まあ、できればやはりいくつか県を小さい県を一緒にあのくっつけてというのがね、
例えば参議院でも2年前22年の12月頃公表されたので皆さんもご存知だ、西岡参議院議長という方がブロック案というのを出されて、9ブロックだったかな、そこ参議院ですよ、9ブロックにしちゃえというんだから、あ、それはもう結構人口比例になりますよね。だからあの時自民党だ、あ、ごめんなさい、民主党だって11ブロック案ですよね、11ブロック案でやろうって言ってて、それが今回まさに4増4減でごまかしましたけど、そういうふうに大きなブロックにしてやれば人口の比例でうまくいくというのが、小さい県2つぐらい合わせるっていうと、例えば大小ですと、ここからまあ仮に1名だとすれば大きい県の方が勝ちますよね。だから2つ一緒だけ一緒っていうのは結構政治家的には難しい問題があるんだと思うんですよね、うん、だからやっぱりやるんだったら的いくつかの方がこうだから調整がうまくいくっていうのかな、政治が同士の政党同士のなんかそうで、やっぱり2つぐらいっていうのはまあ理論的にはそれでいいんですけど、まあなかなか政治家の中では通りにくいことがあるかもしれません。今の8ブロックとか10ブロック、9ブロックとか10ブロックっていうのは、うん、現在はそれがだから47、そう、まあ、ブロックじゃないけど47になってるものを9とか11にしようという話なわけですね。そうです、うん、それで参議院はというのがあったから、2年ぐらい前、私なんかすごく、あ、これはうまくいくなと喜んだんですけど、まあ、結局ぬか喜びに終わっちゃってるということでしょうか。一点ちょっと踏み込んでですね、先生、最高裁の責任についてね、はい、先生お話しされてました、はい、我々今回例えば原発訴訟なんかも主導してきたんですけど、原発訴訟でやっぱり下級審でね、はい、判決を出した先生方が、はい、裁判官の方がやっぱり最高裁が示した意思っていうのが非常に大きいんだと、それはそうでしょう、ね、だから目の前のこといろいろ考えれば、まあ、いろんな考えがあるけど、やっぱりもう大きな方針が上から出てると、うん、その意味でちょっとね先生、この一票の格差について最高裁の責任というかですね、今の最高裁の現状、これ、うん、技術的な面も含めてで結構です、うん、なんか話に聞くと1年間に何万件もの判決を出していて、実は15人しかいないから、うん、どう見ても自分で一人一人が判事の、裁判官の方が判決文を書いてるとは思えないようなところもあったりするんで、それはもしかしたら放送界ではそれは常識なのかもしれないけど、我々はきっきり最高裁の判事の裁判官がみんな書いてると思ってるんですよね。それも含めてちょっと最高裁の現状についてそう思われるとかあれば教えてください。まあ実際ね、中を知らないのであまりその正確なことに基づいて発言できないし、それは先生でも分からない、ずっと最高裁と戦ってても、うん、やっぱり分からないんですよ、だからまあさっき出てたその出身母体によって変わるんじゃないかみたいな問題があるということと、はい、まあ先ほどの件数で言えばね、はい、まあなんていうか簡単に処理してる、いわゆる裁判官が意見を書かないでもいいような事件がほとんどなんですね、うんうん、ほんで裁判官大法廷が開かれるっていうのは1年まあ 1、2回って最近ちょっと多いと思いますが 2、3 回と、はい、だから大法廷を開いてその各裁判官が自分の意見を個別意見っていうんですけど、まあ各自が自分の意見を書く事件っていうのは年間にそうたくさんあるわけじゃないんですよ、はい、うん、ただまあ他の事件だってか自分たちは小法廷にそれぞれ所属してるわけでね、小法廷の事件の中でもその自分の意見を書きたいものは当然書くべきだし、注目される事件はやっぱり書いてますから、まあ大法廷事件だけに意見書いてるわけじゃないんで、だからまあそれでも激務で、かつて弁護士の出身で最高裁の裁判官になった方で2年目ぐらいだったかな、体壊されて退官された方もいらっしゃるぐらいで、まあ、結構激務なんで、ね、それはそうだと思うんです、うん、だからまあそういうことでまあ大変だということは、だからまあ他の事件で意見を書く暇がないかもしれないけど、まあこの我々のやってる定数是正訴訟については皆さん結構意見を、まあ、書いてくださってるというふうに思ってるんですね、うんうん、だからまあそうなってきて、その時にまあ多数意見と反対意見とかグループが分かれて、まあ反対意見がどうしても、弁護士出身者だけになってしまうという、まあ大雑把に言ってですね、
そういうやっぱり出身母体の影響っていうのは大きいところがありますよね。そこらがなんか変わんないかなと思いますけどね。今のことにも関連するんですが、まあ、先生はあの非常に温厚でおられるので、うん、そこまであのおっしゃれないかもしれないけど、うん、その特に一票の格差をやってきた先生としてね、はい、まあ、今回皆さん国民審査するわけですよ、うん、でやっぱり一票の格差の問題はすごく重く受け止めてる方多いと思うんですね。前回 の、 あの国民審査でも一票の格差に対して良い決定をされた方二方が突出して、はいはい、まあ、多かったですね、罰が多かっ た、 っ多かった。だからこれはかなり響いてきてると思うんですけど、うん、今回先生として、うん、あの特に一票の格差問題に限らなくてもいいんだけど、うん、特に一票の格差問題で、はい、まあ、最高裁についてその国民審査でどうしようかしらと思っている方がいたらですね、うん、何かあの、まあ、具体的に名前を入れてでもいいし、うん、そこまで言わないんだったら一つの指針みたいなものをですね、うん、提示していただくのも構いませんので、何かありますか。まあ、ちょっとね、これは別グループですけど、はい、増永弁護士、はいはい、あるいは、久保利先生、はいはい、伊藤先生あたりがやっておられるグループがあって、はい、それが新聞広告を出していることを皆さんご存知だと思うんですね。それはやっぱり裁判官のでやはり意見の、まあ簡単に言うと民主的でないという民主主義を理解しない人に罰をつけましょうと、まあこういうこと。そうでしたかね。この昨日から、昨日今日でかい連日広告出てますね。はい、全員ですか今。ああ、まあ対象がね、10人ですからね、はいはい、以外でもう丸の人はいるかもしれないけど、はいはい、そういう問題あるかもしれませんけど、はい、まあ結構厳しい、そういう意見広告出しておられる方がという方がいる。で、まあ、我々はですね、これはまあ私がこの選挙訴訟を携わったのはその前に越山康という弁護士が最初に日本でこの種の訴訟を起こして、それからまあ私指導を受けてこの事件を続けてるわけですけど、まあ越山弁護士は結構政治運動、そういうその市民団体と組みまして、やはりその国民審査で罰をつけようという運動に、その越山先生と共闘した市民グループがと言った方が正確だと思うんですけど、その共闘してた市民グループがやはり国民審査に罰をつけましょうという運動をしばらくやってたんです、はい、だけど意外に効果がなくて当時、うん、でまあ我々も意見広告っていうことも考えましたけど、実は結構お金がかかるね、これ到底我々の視力では続かないからやめようということで意見広告も諦めて、でまあその市民団体がそういう国民審査の問題をやってたんですけど、まああんまり広がらないでささやみになったということがあります。それで今回は増永先生たちがおやりになっているのは結構広告が続きますので、それで国民の方が理解したと思うんですね、国民審査というものがあるんだと、はい、だから最高裁判所の裁判官について自分たちが直接意見が言えるんだということを皆さんがお知りになったということは大きかったと思うんですね。でそれで今までもまあそういうのを仮に知ってても何を基準にそのじゃあ丸罰をつけたらいいのか分かんない。だけど今回はもう先生方の広告はもうこの定数是正に限定してやってますんで分かりいいわけですよね、うん、反対意見書いた裁判官とそれから合憲と意見を書いた裁判官、これは合憲書けば罰、憲法に違反するとやったら丸と言ってやればいいわけですから、もう名前なんか見ないでマスコミの表を見て合憲の人と意見の人とということで判断基準も判断というかこの丸罰の選択も分かりいいですよね。そういう意味では結構インパクトがあるんで、前回のああいう結果が出たと思いますし、まあ今回も出る。それとまあそのことだけが影響したかどうかは分かりませんけど、今回の衆議院参議院の2つの裁判所の最高位、去年の3月と今年の10月ですね、2つの事件については高裁でいろんな、ね、意見判決とか意見状態判決、合憲判決が少なかったという方が正しいと思うんですが、合憲判決がごくわずかで、高裁レベルで言えばほとんどが違憲状態と違憲ですから、だからそういうこと、その効果はまた大きいと思うんですね。だからそういうその今まで最高裁、我々は
まあ簡単に言うと人数も少なくて力もなかったから東京高裁とあの最高裁だけ相手にしてましたけど、はい、そういうふうに全国の高裁をあの相手にしてやってみると高裁のレベルの裁判官でも結構違憲の違憲憲法に違反するという違憲の方あるいはその違憲状態だと不平等だというあの裁判官がたくさんいらっしゃったということが分かったということはねまあすごく意味があったと思うんでそういう意味で言えば最高裁に対する圧力になったわけですよね高裁がそういういろんな意見を書いどちらかというと違憲状態違憲判決を書いたことによってその形でも最高裁にプレッシャーになったということは大きいと思うんですやっぱりそのあまり強調はしたくないけどもやはりその世の中全体がその今の定数の配分がみんながおかしいと言ってるのに最高裁だけがいやその今までの判例に従うと合憲ですなんて言い続けててもしょうがないでしょう、ね、世の中はもう変わってんだから、ね、裁判所っていうのはどうしても先例判例今までの判例に拘束されるっていうか、まあ、ちっとその個人的な評価で表現で言えば先輩裁判官が書いたのをね自分がね私みたいなのがひっくり返していいかみたいなやはり意識が多少あるんじゃないかと思うんですよねだからそうしてなかなかだから判決の傾向は変わらないというかな昔通りに維持されていくだけど今回みたいに高裁で若い裁判たちがわーっといろんな意見書くと最高裁もいやーやっぱりちょっとこれ直さないといけないかなぐらいその影響があったんではないかと思います。変わってきているわけです、ね。そのこの2つのね、はい、去年の3月と今年の10月の判決を2つをまあそういう結果になったことを見るとね、うん、そういう国民審査と高裁のたくさんの判決が影響したということは私はあるだろうと思います。山口弁護士的にはやっぱりあれですか、今回全員罰ですか。まああんまり個人的なことは言いたくないけどまあいずれにしろねやっぱり我々はその定数是正だけで言えばもうぜひ直してもらいたいというふうに、まあ、違憲状態とは出したものの、うん、結局は無効にはしなかったわけですよね、でそれをまあどう評価すべきかっていうことなんですけども、うんその意味で違憲状態までやったんだから評価してやろうよという、うんまあ、意見とね、まあ、しかもその一名別枠まで踏み込んだじゃないかと、うん、でもいやでも結局は、うん、有効としちゃったじゃないかと、うんまあ、違憲状態なるね、うん、今もう一つの霊音停止状態の問題になってるんですけども、うん、まあなんとか状態っていうことで違憲なのかどうか分かんないようなものをね、はいはい、おそらく違憲これから来てると思います、うん、違憲状態から来てると思います、霊音停止状態っていうのはね、うんはいようなことなので、その意味では先生ご自身の評価はどうなんですか、この、まあ、よく来たという面もある一方で、やっぱり不十分なんですか、まだ。うん、結局その、長年やってきて、この状態で、まあ、これで止まってるということは、やっぱり選挙後の、うん、今の選挙無効訴訟に限界があるんじゃないかと。それで、まあ、その訴訟が仮にあれだとしても、判決の形式にね、うん、形に。うん今みたいに事情判決で限度事情判決ですよね、多分無効判決ってのはよほどのことがないと出ないと思います、事情判決の考えからいくとですね、はいはい、でそれでまあ裁判官の中、最高裁の裁判官の中にもいろいろ意見ありまして、次の選挙、この同じ定数配分で 次の選挙をやった場合は選挙を無効にしますよと書けるんじゃないかという裁判官がいるわけですよ、将来校とかね、うん、これはもう、まあ警告ですね、将来、うんうん、そういうその工夫をしようという意見、まあ昭和60年の判決にはいろんな裁判官、我々もいろんなことを言いました。それでだから 無効訴訟、選挙後の無効訴訟の中で何か工夫してその直す方法がないかという方法もね、一つの解決の道としてないとは言いません。だけどそういうことをやってもなかなか私はまあうまくいかない、いきそうにないということで、まあ、実は今回事前の差し止めに踏み切ったのはそのことだったんですよね、限界を感じたということはあります、うん、
でも事前もダメだったわけですね。うん、それをだから諦めないで、あの今回ダメだとしても諦めてないんで、まあ、あのまた機会を見て、来年やるかどうかともかくとして、まあ、機会を見てまたやり続けようかなと思ってます、はい、先生本当最後の最後に、はい、まあ小島先生のね、はい、まあ、その意思を引き継いで、はいはい、もう40年やられてるわけですよね、はい、先生がこの一票の格差問題にここまでそのこだわられる理由、はい、まあ、要するに逆に言うと一票の格差っていうのがなぜそれだ、それほどまでに、まあ、本当基本的な、はい、重要な問題なのは、ね、重要なのはなぜなのかに、はい、入門的な、はい、はい、はい、本当は一番重要ですね、はい、あの我々が今あの言ってる言葉はですね、あの国民と国会の意見が一致しないといけないということなんですね。あの例えばあの今回の消費税増税とか原発問題とか TPP とかありますよね、まあ、ごく簡単に国民が反対が6割だったとしますよ、その今の、まあ、どれでもいいし全部でもいいんですけど、反対、国民の意見が反対が6割だった、ところが国会行くと逆にその賛成が6割で反対のから選んだあの6割の国民が選んだのが議員さんが4割だとすれば、国会行くと逆転するじゃないですか。そうするとその国民の意思反映されてないですよね。こういうその国民の意思を反映されてない法律が国民に対して強制力があるかという問題なんですよね。法の強制力っていう問題なんですけど、ここが問題なんですよね。で結局 6割が反対してるのに、それは国会では逆になって決められて、それで強制を受けるわけですよ。ただ6割の人は自分たちの意思が通ってないのは過半数いるのに。でどういうことかという、例えばそのまあ例がいいか悪いかは知りませんけど、例えば資本主義と共産主義を選択させてみたとね、で6割と4割どっちが6割でもいいんですけど、そうするとこの6割をまあ、資本主義で、まあ、資本主義を取った人たちが逆に国会行くと4割になって減ってるわけですから、国会で共産主義がその6割占めてるわけですから、それがそういう制度に全部法制度が変えられたとすれば、この人たちの6割の人たちは自分の思ってる社会じゃないわけですよね。まさに自分が人間っていうのは人生1回しかないわけですよ。自分がどう生きたいかが一番問題なわけですよ。どういう社会に生きたいか、ね、自分の環境がどういう環境でありたいかっていうのは一番の希望なわけです、個人的には。それが無視されるっていう、まあ幸福追求権っていうんですか、憲法の中に幸福追求権、個人の尊厳と幸福追求権っていうことが認められているわけですけど、そういう幸福追求権の中なんですよね。どういう社会に自分が住みたいかという、それがその国民の過半数が思ってることが国会で実現しない、まあ、最大多数の最大幸福という言葉もどっかで皆さん聞かれたことがあると思う。そういう最大多数の最大幸福にならないわけですよね、その人口比例で議員が選ばれてないと、ということなんですよ。だから6割の人間の意見が6割に反映するっていうことは、国会でも議員さんの6割をこの人たちが選出できるようになってないといけないということなんですね。まあ、先生が6割って言ったのに未熟も、それこそ 66% の 33% だとちょうど2倍、2倍の力が実は逆転しちゃうということなんですね。そうですね、はい、2倍でね、はい、そういうことなんです、うん、私はね、あのこの訴訟は、まあ後で皆さんあの検証されたらいいと思うんだけど、日本の民主主義のリトマス試験紙だと思ってるんですよね。日本がいかに民主主義がね進んでいくか、今の段階で私に言わせたら全く進んでないというような状態で、本当にこれが進んでほしいわけだよね。はい、どうもありがとうございました。はい、どういたしましょう。